皆さんこんにちは。上野貴子の俳句 TV、 今日の俳句をお届けいたします。この今日の俳句では俳句日記を奨励しております。まず今日6月7日になりますね。まあリアルな今日のね俳句の方はホームページおしゃべり俳句の会のページですぐトップページの上の方にバンと出てきますので、リアルな今日の、俳句をご覧になりたい方はそちらをご覧ください。この今日の俳句では2001年の今日をご紹介していきたいと思います。まあ、これは Amazon の方で俳句日記をね、10年間まとめました本が出ておりまして、上野貴子の俳句全集という俳句日記の本が出てるんですけれども、まあ、そちらの中から一句毎日今日の俳句ということで取り上げてご紹介していきたいと思います。まず今日の6月7日この句なんですけど、こちらの頭の上の方に出ておりますのでこちらをねご覧ください。まあ、まず読み上げてみましょう。串焼きの鮎に表も裏もなしと、この日はこういう句を書いております。これは鮎を読んでおりますね。季語は鮎、季節は夏ということで、まあ鮎というのもすごく釣り人には人気のね渓流、なんていうんですか、こう川でね取れる鮎。鮎はそのコケしか食べないって言われてるんですかね。なんか内臓まで食べられる、すごく内臓が綺麗な魚ということで、すごく美味しい魚ということで釣り人に人気なんですけれども、まあ鮎の解禁日を迎えた句なんですかね。季節的には鮎は夏の魚と言われていて、まあ解禁日ありますよね。釣り人に人気の魚ですので解禁日が設けられております。まあそういったよくね鮎が取れるよっていうのが有名な、その川沿いでこう串に刺して、でまあ、こういろり端みたいな感じとか、あとこう炭火焼きみたいなのでもいいんですけど、こう串に刺してとにかくこうその場でこう串ごとこう食べれるようにして、よく観光地とかお土産屋さんなんかに行くとその場で焼いて売ってるところってありますよね。私も割と何か所か旅行なんか行くとよくそういうところに出くわします。いろんな場所があって、でそういう鮎が取れるって言われている川沿いの多分観光地だと思うんですね。まあどこっていうよりたくさんありますよね。で世田谷なんかも多摩川でね鮎が取れるって、昔は一旦水が汚れてしまって、鮎はね水がきれいなところしか住めないということでいなくなったと言われてたんですけれども、まあ、いろいろ放流したりいろいろして、そして保護するということで今では鮎がいると言われているんですね。そして、世田谷名物、多摩川名物の鮎のお菓子もありますね。こういうなんかこう鮎のそのたい焼きみたいな、鮎焼きっていうのがたい焼きよりこう細長くてこうスリムなんですけどね、鮎焼きってあります。そういうお土産品があったりして、まあ鮎っていうのは日本人がすごい好きな魚ですよね。で串に焼いて、でその川沿い、川取れてすぐそこでこう食べる。でそれは串に焼いて食べるので、綺麗なね姿焼き、こうお皿の上に綺麗に姿焼きでね、尻尾をこうピッとこうね綺麗にこう波形にして焼いて、でお上品に皿に出すっていうのとはまた違って、両面どっちがどっちもなく串に刺して焼いてあったり炭火で焼いてあったりして、その場で食べるっていうのが美味しいっていう、これは鮎を読んでるんですね。だから裏も表もない、こうね川沿いで屋根の下で串焼きを食べれば裏も表もないよって、そういうね太陽の下で大自然の中で人間ね鮎を食べれば、こうねもうお腹が空いてればがむしゃらに食べるし、ちょっとねお腹いっぱいだったらなんかちょびちょび食べたり、
こうね人にあげたりして、なんかそういう風にこうお土産品なんかね楽しく旅行しますよね。旅行を楽しんでいるいろんな姿があると、まあそういう姿には人間裏も表もありませんねっていうことで、そういうこう串焼きのね自然の中で食べるっていう、この人間のなんかこう面白いところ、人間のねあの心のね正直になるというか、その面白いところ、楽しい旅行の風景ですね。あの日常のねちょっとした一コマかなと思います。まあ都会暮らしにしては日常っていうとちょっとねあれかもしれないんですけど、まあ旅行の区かなっていう感じもしますね。そんなところで今日は俳句日記をご紹介いたしました。中身の方をね詳しく知りたい方はオンライン俳句講座というのを販売しておりますので、そちらの方もぜひご覧ください。下の方にねリンク貼ってありますので、内容どんな風かなと思われたらね、ぜひそちらをご覧になってご購入になってみてください。こんな感じでホームページの方で動画レッスンになっております。それでは今日はこの辺で今日の俳句お別れしたいと思います。それではまた次回、さようなら。